皆さんこんにちは。13日に日本テレビ系で放送されたバラエティ番組ザ・世界仰天ニュースの内容が物議を醸しています。この日は2022年7月に奈良市で安倍晋三元首相が射殺された事件が取り上げられました。この事件で殺人罪で起訴された三条哲也被告について、旧統一教会世界平和統一家庭連合によって家庭が崩壊し犯行に至るまでの経緯が再現ドラマで描かれました。番組内では教団が起こした霊感商法などの問題が取り上げられ、司会の中居正広さんが宗教によって本当に助かっている団体もあって、そう感じている人たちもいるんですよねと発言。これに対しゲストのひろみさんも、それは間違いなくいると思うし、今でも統一教会でもそう思っている人がたくさんいるんだろうしと語りました。ひろみさんの発言部分には、教団に救われている人もいるとのテロップが表示されました。このやり取りに対して SNS 上では、それは救われていると信じ込まされているだけ、洗脳の話なのに、ひろみさんの発言は不用意ではないか、統一教会を擁護しているように聞こえるといった批判的な意見が多数寄せられている。また統一教会に人生や財産を奪われ苦しんでいる人たちが多くいる現状を考えると、こうした発言は不適切ではないかとの指摘もある。一方で発言自体はおかしくないが、テロップの付け方に問題があるのではないかという声もある。またひろみ氏は自民党と教団との関係についても、国の代表としての人たちがそうした団体を支持している姿を見るのは残念であり、そのような人々に国を任せていることに疑問を感じるとの見解を示している。現在 TVer ではこの13日放送分がコンテンツの配信が終了しましたと表示され、視聴できなくなっています。この状況がネット上でさらに憶測を呼んでいます。ひろみはタレントです。1965年2月13日生まれ、東京都出身です。血液型は A 型です。 B カンパニーに所属しています。1986年1月21日にミスターチンさん、デビッド伊藤さんとともに B21 スペシャルを結成し人気を集めました。1992年から1998年まで森高ズヨシアワー笑っていいともにレギュラー出演し、その後ももぐもぐがんぼ、ロミヒ、発掘、あるある大辞典ではメイン司会を務めるなど多数のバラエティ番組に出演しました。またクイズ世界は商売商売、タモリのボキャブラ天国などでも存在感を示しました。近年ではヒューマングルメンタリーをもうまい店、東大王バイキングモア、坂上&指原のつぶれない店などに出演し、幅広い世代から支持を得ています。俳優としても活躍しており、ドラマクリスマスイブ、プロデューサーになりたい、お前の諭吉が泣いている、新桃太郎侍などに出演しています。また1992年に自身の事務所 B カンパニーを設立しました。私生活では妻はタレントの松本伊代さんです。長男は俳優の小園亮さんです。2024年8月13日に放送された日本テレビのザ・世界仰天ニュースでは、2022年7月7日に奈良市内で発生した安倍晋三元首相への銃撃事件が取り上げられました。番組では事件の実行者である三条哲也被告について、旧統一教会世界平和統一家庭連合によって家庭が崩壊し犯行に至るまでの経緯が再現ドラマで描かれました。中居正広さんの宗教によって本当に助かってる人もいるという発言は、宗教に頼る人々が存在するという事実を指摘したものと考えられます。ひろみさんの発言については、テロップと実際の発言内容に微妙な違いがありましたが、用語まとないとというよりは現状への理解を示したものとして受け取られるべきです。しかし番組制作者の意図に関わらず、視聴者の中には旧統一教会を擁護していると感じた人も多かったようです。特にひろみさんの発言には批判的な意見が目立ちました。このように2024年8月13日放送のザ・世界仰天ニュースでは、中居正広さんとひろみさんの宗教に対する考え方が話題となり、ネット上では批判的な声が多く上がりました。しかし発言内容を詳しく検討すると、必ずしも旧統一教会を擁護するものではなく、宗教によって救われている人々がいるという事実を述べたに過ぎないことがわかります。とはいえ、統一教会の問題が社会的に大きな議論となっている現在、このような発言は慎重であるべきだったと言えるでしょう。発言のニュアンスが視聴者によって異なる解釈を招く可能性があるため、メディアには発言内容の取り扱いに慎重さが求められています。もしひろみさんが本当に統一教会を擁護していたのなら、これは問題だと言わざるを得ません。あの集団を支持する人は少ないでしょう。しかし各々が自分の考えや信念を持つ自由は尊重されるべきです。
ただし、その考えが社会的に見て誤りであれば、世論の反発を招くのも避けられないでしょう。中井さんやひろみさんの意見は、宗教を通じて救われた人もいるという、事実に基づいていると考えられます。しかし、統一教会に関しては様々な問題が指摘されているため、宗教全般について言及する際には、こうした問題を無視することは適切でないかもしれません。事実を踏まえた上で、慎重に発言することが求められると思います。ひろみさんは統一教会を積極的に擁護しているわけではないと思います。ただ、彼らの考えが完全に誤りだと断言するのも適切ではないでしょう。しかし、統一教会に多くの問題があることは明白であり、その問題点を指摘することも重要です。中井さんとひろみさんの発言は、宗教全般についてのものであると理解できますが、時代の流れに応じた慎重な発言が求められるでしょう。宗教によって救われた人がいるというのは確かです。しかし、統一教会に関する問題点も無視できません。宗教は個人の自由な選択であり、強制されるべきではありませんが、特定の宗教団体による被害者が多数存在することも認識する必要があります。発言には慎重さが求められ、一方的な擁護ではなく、多角的な視点が重要だと考えます。中井さんの発言は一般論として理解できますが、ひろみさんの統一教会に救われている人もいるという発言は適切とは言い難いでしょう。統一教会には多くの問題があり、被害を受けた人々が多数いる現状を考えると、特定の宗教団体を肯定的に取り上げる際には慎重さが必要です。発言には影響力があるため、十分な配慮が求められると感じます。中井さんとひろみさんの発言は、宗教に救われた人がいるという一般論として理解できますが、統一教会に関する言及には問題があります。統一教会による被害は深刻であり、その問題について触れないことは適切ではないでしょう。宗教に救われた経験を持つ人がいるのは事実かもしれませんが、特定の宗教団体を肯定的に取り上げることは避けるべきだと思います。発言には慎重さが求められます。宗教観は個人の自由な選択であり、それぞれが信じるものを持つのは当然の権利です。しかし、自分の宗教観を他者に押し付けたり、特定の宗教団体を擁護するのは避けるべきでしょう。特に統一教会に関しては多くの問題が指摘されているため、その事実を踏まえずに発言するのは適切ではありません。宗教に関する議論には慎重な姿勢が求められると考えます。宗教は個人の信仰の自由に深く関わる問題であり、一概に判断するのは難しいです。中井さんやひろみさんの発言は、宗教によって救われた人がいるという事実を述べただけだと思います。しかし、特定の宗教団体に関連する問題については、慎重に扱う必要があります。宗教に関する議論は複雑で避けられないものですが、様々な視点を持って検討していくことが重要だと考えます。ひろみさんの統一教会に救われている人もいるという発言には問題があると感じます。統一教会には多くの問題が指摘されており、被害を受けた人も多数いる現状を無視して、特定の宗教団体を肯定的に取り上げるのは適切ではありません。宗教観は個人の自由ですが、社会的影響力のある発言には十分な配慮が求められると考えます。中井さんとひろみさんの発言は、宗教によって救われた人がいるという一般論として理解できますが、統一教会に関する問題にも触れるべきだったと思います。特定の宗教団体を擁護するような発言は避けるべきであり、社会的影響力のある立場にある人々は慎重な発言が求められます。宗教観は個人の自由であるものの、社会問題に言及する際にはバランスの取れた態度が必要だと考えます。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。